皆さんおはようございます。ヨッシーです。今日もアースリバイバル、略してアスリバー、やっていきたいと思います。皆さん今日もよろしくお願いします。ということで本日の動画ですね、リクエストが来ていましたんで、そのリクエストにお答えしていきたいと思います。はい、というのもですね、リクエスト内容的にはですね、料理に関してなんですが、やはりですね、このゲーム空腹というものがあります。はい、で空腹を癒すには、このご飯を食べないといけないということになっています。はい、でこの食べ物に関してなんですが、まあどういう風に作ったらいいのか、どうしたらいいのかっていうのをね、詳しくお話ししていきたいと思いますんでね、よかったら最後まで見ていってください。それではやっていきましょう。はい、ということで本日もやってまいりました、教えてリディアタンのコーナーになっております。皆さんよろしくお願いします。ということで今日もリディアタンに聞いていく質問はこちらだ。デートして、まさに質問ではない投げかけですね。最近投げかけることが多いなということで聞いていきましょう。悩んでるぞ。なんだ、私たちはすでに友達ではないのですか。うん、ん、ちょっと待って、私たちはすでに友達ではないのですか。おかしいな、俺はちょっとデートしてって聞いたんだけど、デートじゃあデートダメ、友達友達、まあうん、なんかうまい断り方だね。うまい、もういい。はい、ということでね、どうやらねリディアタンは、友達の関係でいようということで、よろしかったでしょうかね。はい、ということで、本日はですね料理に関してやっていくんですが、料理はですねまず、素材が必要になります。なので素材を取りましょう。はい、このような森や、砂漠や、いろんなとこがありますが、この森にもですね、しっかりと食べ物の、素材が落ちております。それをまず取っていきましょう。あ、ちなみに、この辺のヤックルも、食べ物の素材にできますので、打っておきましょう。はい、で、ヤックルのこの生肉っていうのも、しっかりと、食べ物になりますので、しっかりと感謝をしながらいただきましょう。うん、やはりですね食べ物をいただくにはまず感謝、それが非常に大事なわけです。なので皆さんも、感謝して、しっかりといただきましょう。あ、ごめんね、ありがとう、ありがとうございます。ライトレザーだけだった。はい、このようにライトレザーだけのこともありますので覚えておいてください。さて、ベリーがないね。あれ、ちょっと待って、食べ物を探しに来たのにベリーがございません。はい、普通はですねマップの方を見てもらったらわかるんですが、ベリーというものが出現していた、あったぞ、ありましたね。ちなみにこいつらも、しっかりといただくことができますので、こいつらもいただきましょう。ありがとう。ライトレーザー、まさかのライトレーザー。生肉があったら、素材にできます。で、ここにありますね。はい、これベリーですね。このようにマップのマークを見てください。なんかこうアップルみたいなマークですね。アップルみたいなマークのやつに行くと、このようにね料理の素材が手に入ります。このように素材を手に入れて料理に使うこともできるので、フィールドでのねこのようにね、素材入手っていうのもぜひね試してみてください。まあこういうねいろんな素材をゲットしていろんな料理を作ることもできるので、ぜひ皆さんもねいろいろと考えてやってみてください。ちょっと肉欲しいな、肉いただこうぜ。お肉あるかな。お肉ないじゃん、もうちょっと待って、お肉お肉ありますか、お肉持ってますか。ないやんお肉なかなか出ないね。はい、ということでまあとりあえず、このようにアップルマークのところですね、アップルマークのところに行けばしっかりと、食べ物が手に入るので覚えておいてください。はい、ということでもう一つの素材ゲット法をですね皆さんに教えたいと思います。これね私大好きなゲット法なんですが、このようにですね釣りができるポイントがあります。はい、こういうところで釣りをすることができます。はい、しっかりと竿を持って、ルアーを持っている状態だと、このようにですね釣りをすることができますんで、はい、さらにですねこの放置っていうのも使うことができます。
放置を使うことによって30匹釣ることができます。はい、私的にはこの釣りというのをとてもおすすめなのでね、皆さんこちらで素材取りをやってみてください。で、釣り竿と、ルアーの作り方っていうのもあるのですが、ちょっとそこも、詳しく説明していきたいと思います。ちょっと待ってね。はい、ありがとうございます。はい、こちらのクイッククラフトをご覧ください。クイッククラフトにてですね、釣り竿を作ることができます。釣り竿どこだったかな、あ、ここありましたよ。はい、最初ですね、木製の釣り竿になっております。結構簡単な素材で作ることができます。はい、で、この釣りのレベルっていうのが上がると、強化の釣り竿だったりね、上のランクの、釣り竿を作ることができます。はい、であとルアーですね、こちらのルアーも、作ることができます。これもかなり簡単にできるので、覚えておいてください。このような方法でね、料理の素材を手に入れることができますので覚えておいてください。はい、ということで次いきますか。はい、お次なんですが、お次はこちらですね、自分のシェルターにて畑を作ることができます。はい、畑はですね、何かを植えておけば、このように収穫することができます。はい、たくさんねアイテムを入手することができるので、かなりおすすめな機能になっております。はい、ですが最初の方はですね、この畑を作ることができませんので、シェルターのレベルを上げていただいて、しっかりとね、ここの畑を作れるようにしてください。はい、ということで、どういう風にやるか見ていってください。まずですね、このように苗を植えます。で、お水、肥料、害虫なんとかを入れることによって、まあ、しっかりと苗が育っていくということで、このように小麦の、苗だったり、サンドペッパーの種だったり、このショップにですね、売ってますので、連盟ポイントを使って購入していただいて、いろいろ植えてみてください。はい、ということで、これもね、料理の素材としてね、いろいろできるので、皆さんぜひね、覚えておいてください。で、この、畑が一番ですね、食べ物をね、入手する方法としては簡単なので、このまず畑を優先して、できるようにしておいてください。マップに落ちているアイテム等はですね、皆さんの好みで料理にして使ってみるといいかなと思います。まあ、料理を楽しむのもこのゲームの楽しみ方の一つだと思うのでね、その辺も覚えていったらいいんじゃないかなと思います。はい、で実際に料理をしてみましょう。はい、ということで料理をしていきたいと思います。ちなみにですね、一つ入れるだけで料理っていうのは作ることができます。はい、で、この一つを、素材を入れることによってできる料理っていうのはポチッと押したらわかるんですけれども、このように効果もわかりやすく書いてますね。はい、これもしっかり覚えておいてください。で、大事なのは満腹度の回復、こちらですね。あとは水分量の回復などあります。あとね、サプライズ効果や、特殊効果などね、食べたら効果が出るものっていうのもあります。なのでいろんな料理を作っていただいて、この自分の欲しい効果などをしっかりとゲットするといいんじゃないかなと思っております。はい、で、こちらですね、満腹度11ですよね。11だったらね、大して回復しないんですよ。で、それを多くする方法としてはですね、このように、品物を4つ入れます。はい、同じ照り焼き魚なんですが、こちら4つ素材を使うことによって、はい、見てください。満腹度の回復が44になりました。つまり単純に4倍になるわけです。はい、なのでこれはですね、一気に素材を使って、1つの料理を作った方が、バッグを圧迫せずにですね、このように効率よく満腹度を上げることができますのでね、こちらおすすめになっております。はい、ということで、このように4つ、素材を入れれば料理ができます。で、それぞれ組み合わせによって違う料理ができるんですよね。で、違う料理ができましたら、どういうことが起きるかというと、このサプライズ効果 and、この特殊効果などが変わってきます。なので、そこは覚えておいてください。はい、それぞれの料理によっていろんなものができるので、ぜひね、皆さんいろいろと試してみてください。はい、この料理っていうのもまた楽しいんでね、いろんな発見してみてください。
まあ、適当にね物をこう詰め込んでいけば意外と いろんなものができたりするんですよ。はい、このように未知の料理っていうのがありますね。作っていきましょう。はい、リュックが足りないのでダメですね。ちょっとリュック開けますか。はい、ということでリュック開けてきました。作っていきましょう。はい、ということで何ができるのか。はい、ということでハンバーガーができました。皆さん見てください。美味しそうですね。これはですねビッグマックですね。確実にビッグマックです。はい、ということで小麦とお肉を使えばねビッグマックができます。人間モンスター被ダメージ軽減、継続時間600ということですね。満腹度38ということになっております。このようにですねいろんな料理ができるので、皆さんいろいろ試して料理を作ってみてください。はい、ということでね大体の料理の、素材の入手や、作り方っていうのは以上になっております。ちょっとね分かりづらいかもしれないんですが、まあよしなので許してください。はい、ということでね、またわからないことがあればコメントください。ぜひコメントお待ちしてます。はい、ということで本日の動画は以上になっております。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。また次回お会いしましょう。じゃあねー、バイバーイ。